厚労省が2日発表した自殺対策白書によりますと、去年1年間の自殺者は2万1081人で、前の年よりも912人増えました。男性は11年連続で減り続けていますが、女性は2年ぶりに増加しました。女性について過去5年間の平均と比べると、職業別では非雇用者・勤め人が381人増えていたほか、 理由もも勤務問題が最も増えました。厚労省はコロナ禍で労働環境の変化が影響した可能性があると分析しています。